おいシオン、曹操たちまで来るなんてどうなってるんだ。私が聞きたいくらいだわ。途中まではシュリちゃんの予想通りに進んでいたのに、どうして曹操の本体が来たのかしら。情報が漏れてたとか。ありえないでしょうね。工作は完璧だった。それに不意打ちで返すなら昨日の段階でやり返せばよかったはずよ。だよね。じゃあ誰か曹操を呼びに戻ったのかな。私たちと接敵した直後に使いを出したとしても一晩しかないわ。たった一晩で城からこの低軍山まで兵を運ぶ方法なんて聞いたことがない。なら私たちが花公園と接敵する前に曹操たちは城を出たってことか。どうやって。それは私が知りたいくらいだわ。占いか。あとは5個の妖術でも使ったとしか思えないよね。曹操は妖術や占いの類には頼らないと聞いているけれど、考えられるのは相手の軍師が首里より優秀だったってことか。そうとしか思えないわね。それこそ未来さえ見通せるほどの。それこそ絵空事ではないか。セイ、お前こんなところで何を。お主らが曹操にしてやられたと聞いてな。近くに空いた城を見つけておいたから、そこに逃げ込むがよいだろう。それなら助けに来てくれれば。私の手勢もビビたるものだ。それで助けに行ったところで焼け石に水だったろうさ。せいちゃんの言う通りよ。ここはせいちゃんの指示に従ってその城を使わせてもらいましょう。わかった。馬長たちは近くの城に。はい、盗賊団が根城にしていたようですが、それを追い払ったものかと。馬長たちにそんな余裕はないはずよね。誰か別行動していた将がいたの。お察しの通り、趙雲です。カーリン様、腹の虫が収まりません。ここは先刻シューランが受けた雪辱を果たすべく、その城も。そうね、シューランを傷つけようとした代価はきっちり取り立てなければね。そちらに向かいましょう。せいちゃん、なあせい、こんな城で本当に平気なのか。大丈夫なわけがあるものか。曹操の部隊の規模がお主の言った通りなら、こんな城にこもったところでひとたまりもあるまい。ならなんでこんなボロ城に。何よりはマシだからな。それに長領も来ているのだろう。あれを相手にして逃げ切れるやつなど清涼の騎馬隊くらいのものだぞ。私たちの隊は無理ということね。なら仕方ないな。で、本当にどうするの、せいちゃん。案ずるな。我に一計あり。門が開いている。せや、正門も裏門も一っ子一人おらへん。旗は誰なのだ。趙やったから間違いなく趙雲やろ。そう。カリン様、これは間違いなく罠です。
なんだお前たち、黙ってしまって。まさかそんなことも。アネジャ、ちょっと黙っていろ。おう。様子を見てくる必要がありそうね。ふう、ついていらっしゃい。はーい。カリン様自らですか？危険すぎます。それなら私が。おそらく向こうは攻撃してこないわ。確かめに行くだけよ。他に誰かついてきたい子はいる？なら私が。アネジャは私と留守番だ。なんだと？そうね、春蘭と秋蘭には本体の指揮を、凛には作戦を任せるわ。他の者誰かいない？はい、僕も。なら護衛はキーとルルに任せるわ。三人ともついていらっしゃい。本当に警戒している気配がありませんね。ふう、どう見る？はい、間違いなくせいちゃんの策ですね。そう猛徳に無防備な城を晒しておいて、本気で攻めて来いと挑発するか。あなたの友人は本当に肝が据わっているわね。だと思います。で、攻めますか？攻めるわけがないでしょう。こんな城をこれだけの手勢で攻めるなど縁本書でもしなかったことよ。それをしては後々までの笑いものだわ。あれ、攻めないんですか？攻めないわよ。けれど少し用があるのよね。呼べば誰か出てくるかしら。呼んでみましょうか。おーい、誰かいるか？ここにいるか！ちびっこだ。ちびっこって言うな！タンポポよりちびっこなのはそっちじゃない！超卑みたいなやつだ。あんなちびっこと一緒にしないでよ。だよね、あいつちびっこだよね。だよね。何を話しているの？カリン様、なんかあいついいやつっぽいです。確か馬隊だったかしら。ならば馬長か長雲に取り継いでちょうだいな。姉様、あなたに会いたくないって。そう、なら彼女に伝えておいて。馬頭は城の侍女に命じて清涼の流儀で葬らせてもらったと。え？そして私が馬頭と雌雄を決せられなくて残念がっていたと、そう伝えなさい。それ本当？こんな嘘をついても仕方ないでしょ。なんなら墓の場所も教えておきましょうか。侍女の話では馬長たちならすぐにわかると言っていたけれど。それでわかった、姉様に伝えておく。ならば用は済んだわ。みんな帰るわよ。え、もういいんですか？他にすることはないもの。わかりました。ほら二人とも帰りますよ。あ、うん。
本当に帰っていったな。せいちゃんは曹操はこのまま撤退すると？引き返しはせんよ。曹孟徳とはそう優勝だ。すごいね、青年様。けどお墓のこと本当なのかな？本当でしょう。馬頭殿は当代きっての名将、部下に従っていた曹操なら手厚く葬ったという言葉に嘘はないでしょう。そうか、ならよかった。姉様。なあシオン、悪いんだけど。ええ、タンポポちゃんと一緒に行きなさい。トウカ様には私から言っておいてあげましょう。ありがとう。スイちゃん。ママ、シオン、やめてくれよ。だってスイちゃんが可愛かったんですもの。いや、無理。てか、ちょっと、なかなか面白い光景だな。なに、せいちゃんにもしてあげましょうか？たまにはそういうのも悪くないやもしれんな。ではお言葉に甘えて。本郷か。何でも随分と助けられたようだな。体調はどうだ？おかげさまでな。だがその程度で倒れるようでは。まったくだ。私の留守中に何か異変は？劉備が南蛮を平定したそうです。そう、武力以外の力で従わせるか。なかなか味な真似をする子ね。それよりルル、無事に戻ってきたんだからちゃんと約束守ってよね。約束？ああ、あれか。今日の晩ご飯はあのお肉って決めてるんだから。もしかして今日の昼にミュウに食べてなかったのって？もちろん。あれ、まだダメだから。なんで？衛星から帰ってきたら食べ頃って言ってたじゃない。それは予定通りに進めばの話だろう。いろいろあったが結局は予定の半分ほどの期間で済んでしまったからな。まだ食べ頃にはなっていないだろうさ。じゃあまだ待つの？ちゃんと料理長さんに預けてるんだよね。え？え？ってまさか！僕の部屋に置きっぱなし。兄ちゃんが悪いんだからね。いきなり倒れたりシューラー様が危ないとか言うから、
何かあるようなら早めに手を打たないと。うう、行きたくないな。